総形戦、総形戦、または、継争戦は、早稲田大学、以下、早稲田と、慶応義塾大学、以下、慶応,応との対抗戦である。主に、スポーツ、特に野球、サッカー、ラグビー、レガッタでの対戦であるが、スポーツ分野以外でもこの両校の学生サークルが、実施する討論会などで使用されることがある。なお、継争戦は、慶応義塾側の故障であり、 同大学の学生や卒業生の間では一般的な故障であるが必ずしも喜び早に統一されているわけではなく慶応義塾でも総慶戦の語が用いられることがある。早稲田と慶応による公式野球が総慶戦の起源である。この総慶両校の野球チームの対抗は現在のような各種野球大会、対抗戦、競技団体組織が未整備だった当時創世期の日本。 野球界やさらに、ポーツ界全体においても大変な人気を博し、その後の東京六大学野球連盟の結成、さらに各地のアマチュア野球の形成、発展、そして、プロ野球の発足へと続く、日本野球の発展に大きく貢献し、またその礎となった。こうした歴史からマスコミで、総形戦に触れる際に、伝統のという言葉を関することが多い。 このような総計野球戦の発展と右与曲折が総計両校の対抗意識を醸成し、結果として後年には他の競技やさらには学術分野にまで総計両校間の対抗、連携にまで影響を及ぼすようになった。現在は東京六大学リーグ戦の最終集に組み込まれており、同リーグ戦の看板カードである。 NHK などによるテレビ中継も行われている。華やかにして、創意工夫に富み、なおかつ例不死を保った応援合戦は、日本の野球応援に多大な影響を及ぼしてきた、後日。総計両校に優勝がかかる展開となれば、学生のみならずファン OB が駆けつけ神宮球場を埋める。優勝校は、神宮から学者まで、紅白の提灯を掲げてのパレード。 提灯行列、提灯パレードと呼ばれるを行う。開催時期は、春季が5月最終週か6月第1週の土日曜日、秋季が10月最終週か11月第1週の土日曜日、共に神宮球場で行われる。なお、神宮球場は、総計戦をはじめとする東京六大学野球を収容す球場として、発足している。東京六大学リーグは、 通常一周に2カード組まれるが、最終週の総計戦のみ単独開催となっている。これは、後日のように、東京六大学連盟が総計戦を起源とすることに予示したものである。リーグ戦の他に、現役、OB 混成チームによるオール総計野球戦、全総計戦が行われる。2003年度は、総計戦100周年を記念し、 プロ選手の OB も出場した。2009年度は8月22日に松山市ボッチャンスタジアムで11月23日には阪神甲子園球場でも開催された甲子園での開催は53年ぶり。2008年8月6日から20日にかけてはブラジル日本人移民100周年記念として総計量部によるブラジル遠征も行われた。春の総計戦は 両校のサークルにとって、新入生歓迎行事の一環として利用されることもあって、両学生席とも外野席まで使っての大応援となる。基本的に、学生席内は座席指定がなく早いもの価値となるため、しばしば徹夜による席取りが行われてきた。これが、球場周囲をはみ出して、一般道にまで及んだり、酒に酔った学生が器物を壊したり、 また一般人と喧嘩沙汰になるなど社会問題化したため、徹夜待ちは禁止となっている。入場待ちの学生を統制するのは、早稲田では、総計戦支援会、慶応では、喜び早戦支援委員会という、いずれも、学生有志で組織された会が応援、指導部員と共にになっている。また、徹夜町回避のため、サークル対象に行われる事前の入場順位、抽選や、 リーグ戦観戦時に得られるスタンプを、規定数持っている学生には優先して、総計戦の学生席券を売る、あるいは入場順を了するなどの工夫も見られる。両校の初の対戦は1903年11月21日、慶応の三立ま地球場にて行われた。早稲田が先輩格の慶応に挑戦状を送達し、慶応が応じたことによって行われた試合である。 この時の双方の書面はの伝道博物館に所蔵されている。挑戦上の筆者は当時の早稲田首相、橋戸信であったと言われている。試合は十一から九で、慶応の勝利。当時早稲田は野球部発足から一年余り、対する慶応は発足から二十年近い歴史を持ち当時最強を誇った一校に勝った実績も持っていた。しかし後発で勝つ格したのは稲田が、 大いに前線したことによって、慶応も対戦相手にふさわしいと評価し、翌年から定期戦を行うことに決まった。1904年6月1日2日、当時学生野球王者と歌われた一校野球部に、総慶良校が連日にわたり勝利すると、総慶戦は学生野球の頂点イコール当時の日本野球の頂点を争う試合として、注目を集めた。 早稲田のアメリカ遠征、1905年後には定期戦を二勝戦勝方式にし、二勝した側にトロフィーを与えることとしたトロフィーは、早稲田都米の際、サンフランシスコ在留の日本人競技会から贈られ、銀牌であった。現在東京六大学野球を、はじめ多くの大学野球で採用される、勝ち点制の始まりである。各手総計良好は一躍九回の頂点を争う。 存在となったが、それは同時に応援合戦の加熱も招き、1906年秋、第一戦に勝利した、慶応の学生が、大熊重の部早稲田正門で万歳を行えば、第二戦に勝利した早稲田の学生も、福沢諭吉邸、慶応正門に退去して、万歳参照を行うなど、両校応援団は、一触即発となる。応援席の配分をめぐる混乱もあって、 険悪な状況となった。さらなる事態の悪化を危惧した、両校当局は、第三戦を中止、以後総計戦は、長い空白期間に入る。慶応が、学生大会を開いて、全競技での早稲田との試合禁止を決議すれば、早稲田も慶応に絶縁状を送るなど、両校の関係は、修復不能と思われた。1914年、早稲田、慶応。 明治による三大学リーグが発足し、1917年には法政、1921年には立教の各大学がこのリーグに加わるが、総計戦のみ行われない変則的運営であった。総計戦復活を願うファンの声に応えるかのように、両校 OB による三田、東門戦も実施され、他方剣道、ラグビー、 陸上競技などで総計の対抗試合が行われたりもしたが、両校、OB らの反発は、なお強く、総計戦は再開されなかった。こうした状況を打破するため、1923年頃から、明治が中心となり、総計戦復活を打診するが、早稲田側は同意し、慶応も現役は歓迎したものの、二 OB 側が難色を示し続けた、中でも、慶応義塾評議委員会の主。 池田茂明が猛反対していたと言われる。1925年の秋に、東大、当時は、東京帝国大学が加盟。これを突破口とすべく、明大野球部長、内海幸造及び法大監督、竹光国を中心に、総敬戦復活に反対する者を除外して、新リーグを結成すると強硬な態度を示したことと、慶応首相、桐原慎二らの説得もあって、 k o b 側もようやく総計戦復活を受諾。各して東京六大学野球連盟が創設19年ぶりの総計戦復活が実現した。復活した総計第一回戦1925年10月19日の試合前、早稲田部長安倍伊藤がグラウンドに立ち、総計戦復活が野球の発展にいかなる意義を持つかを応援における。 マナーの遵守を求める声願と共に満場に訴えた。総計戦は再び大きな関心事となり、試合の模様は当時普及を始めたラジオの電波に乗って、全国に広まっていった。球場に入れないファン向けに試合を解説する、特設ステージ、プレイヤーズボールなる、速報版が、設置が設けられるなど、総計戦協時代、松内時サブと呼ばれるほどの盛り上がりを見せた。 1929年周期の対決は双方、全勝同士の決戦となり、慶 o 宮武三郎、早稲田小川翔太郎の両エースの対決は、全国的な熱狂を生み、早稲田佐藤茂美の逆転ランニングホームランによる劇的決着は深刻劇によって舞台化され、また横山円達、花火シア茶子の漫才コンビも題材に使用した。入場券を求めに、神宮球場に、 徹夜の列ができるなど応援も再び加熱し、1933年には、早稲田が応援席から投げ込まれたりんごを、慶応類種、水原茂が投げ返したことに橋を発した、いわゆる、りんご事件、水原りんご事件が、発生、総計戦中止の第二の危機かと騒がれた。このりんご事件以降、総計戦では、ダッグアウト及び、応援席は、早稲田が一類側、 慶応が三塁側に固定されることになった。この方法は現在まで踏襲されている。同時に、この頃から、総計戦が、リーグ戦の最終終に行われるようになった。戦時体制下の1943年、東京六大学野球連盟は解散。しかし学徒出陣を前に、慶応からの働きかけをもとに10月16日、早稲田の戸塚球場にて、 出陣学と総合総計戦、俗に言う、最後の総計戦が割れた。選手たちの多くは戦場に借り出され、命を落とす者も,も少なくなかった。終戦間もない1945年10月28日に、神宮球場で戦後初の野球試合である、東京六大学 OB 紅白試合が行われ、翌月18日には、全総計戦も行われた。 当時神宮球場は米軍に接収されていたため、新中軍の協力を得ての実現であった。前総決戦は、その後1946年1月に、阪急西宮球場で、4月に、高楽園球場、高岡、金沢でも行われている。そして5月には復活した東京6、大学野球連盟によるリーグ戦が再開された。その年のリーグ優勝を春慶秋。 わせだと分け合うと、以後1956年までの11年間22シーズン中、総計で17回の優勝を締め、戦前に次ぐ第二の黄金時代を現出した。その後、長島茂雄の登場により、立教にリーグ戦の主役の座を一時明け渡すが、1960年秋のリーグ戦は、最終週の総計戦で、わせだが2勝1敗した結果、総計両校が、 勝ち点、勝率とも主位で並び、両校による優勝決定戦となった。一発勝負の決定戦であるが、試合は1から1の引き分け。再試合も0から0で引き分け、再々試合を、早稲田が、安藤元博の4連投により3から1で制し、ようやく早稲田の優勝が決定した。これが、いわゆる総計6連戦である。 総計戦100周年を迎えた2003年11月には、神宮球場にて、プロアマの OB を交えた記念試合が行われた。なお、この記念試合は慶応が3から2で勝利した。2010年や秋には慶応が総計戦で、首位は稲田に連勝して、勝ち点、勝率で並び、総計6連戦以来50年ぶりに総計両校による優勝決定戦が行われた。 早稲田が10の5で勝利。2018年周期総計戦は、平成最後の総計戦となり、三校に優勝がかかった状況となった。総計が1勝1敗で迎えた3回戦。慶応が勝てば優勝し46年ぶりのリーグ3、連覇が決まり、敗れれば、法政の優勝が決まる、大一番となった。8回裏終了時に、慶応がリードし、 慶応が46年ぶりのリーグ3連覇まで、あと3アウトまで来た9、和瀬田が岐阜で追いつき、さらに敵地打で5から4と逆転し、慶応を下した。慶応は46年ぶりのリーグ3連覇を逃した。なお、東京六大学リーグ戦の優勝校には、天皇杯が授与されるが、その元は戦前の摂政杯。昭和天皇は戦前一度、 1929年戦後一度、1950年、上皇昭人も1994年春に、総計戦を展覧している。勝敗以上に、内容の濃い交渉部を展開してきた。両校で優勝を争うだけでなく、相手の優勝を阻む熱戦が展開されることもしばしばあった。1971年からの慶応3連覇は、同年春早稲田に連敗。 そのため法制が勝率で上回り優勝しなければ4連覇となったところであり、1950年からの早稲田3連覇も前年秋の慶応の雪辱なければ5連覇を果たしていたところ、早稲田戦勝後2戦目もリードしていたが、突然の豪雨でノーゲーム、雨上がりの一戦を慶応が制し早稲田が優勝を一須であった。1986年春は慶応が、 秋春連続優勝まで、あと一勝と迫った3回戦、9回西に、ナッシングまで早稲田を追い詰めながら、まさかの逆転サヨナラだを浴び優勝を一した。2009年周期も、勝ち点を取れば、優勝の早稲田に、慶応が連勝し、早稲田の同一シーズン4年連続優勝を阻んだ。その一方、2014年周期は、双方ともに連勝すれば優勝が決まる、状況であったが、 二戦目で一勝一敗となり、明治に優勝をさらわれる格好となってしまった。総計野球戦に次いで行われた総計の対抗戦。おおむね毎年4月中旬の日曜日に隅田川にて開催される。一般的に、総計レガッタという言葉はメインレースである対抗エトを指すことが多いが、実際は対抗女子ダッシュ服をドルプル。 対抗出し付けフォアを含めた全3種目の対戦であり、OBOG 戦、招待試合等を含めると、当日は10種目以上のレースが行われている。なお、対抗 A とは、かつてはテレビ東京が地上波で生中継していたが、現在は CS テレビ放送の日テレ G に中継放送権が移り、日テレ G によるテレビ放映が行われている。 第一回は1905年5月8日、隅田川にて開催された。野球同様、早稲田が先輩格の慶応に試合を申し入れたことに端を発している。レースは慶応有利の下馬評を覆して、早稲田の勝利、第一回のみ、8ではなく、6によるレース。大いに評判となった総慶レガッタだったが、総慶野球戦の煽りを受け中断。 第2回開催は1930年であった。戦時体制下、1943年の第15回大会を最後に再び中断。1944年には監修、審判のいない選手だけによる幻の総計レガッタが行われたと言われている。公式大会は終戦後の1947年に復活した。 1957年の第26回大会は、好天により川もに、白波が立つ中でのレースとなった。ボートの浸水が予想される中、早稲田クルーは、ボートを沈めることなくゴールすることを重視し、ボートを漕ぐ選手と、ボートに侵入した水を食器でかき出す選手に分けて、レースに臨んだ。一方の慶応クルーは、選手全員で最後まで漕ぎ続けることを重視し、 ボートが沈む前にゴールまでたどり着くことを選択した。レースは、序盤慶応が早稲田を大きく引き離したが、慶応邸が、レース途中で浸水により失速、そのまま沈没。早稲田は、浸水を避けゴールし、審判は早稲田の勝利を宣言した。早稲田側は、高天下での再レースを申し入れたが、慶応側は、審判の裁定に従うと主張し、再レースは行われなかった。 このエピソードは、スポーツマンシップのお手本になるものと、多くの関係者に深い感銘を与えると同時に、後に小学校6年生国語の教科書、学校図書発行において、嵐のボートレース等代名で1961年から1970年まで取り上げられた。隅田川でのレースは、橋梁工事や水質汚濁の影響に伴い1961年の、 第30回大会を最後に一旦中断。戸田総定場、荒川、相模湖等に会場を移しながら開催を続けた。しかし多くのファン、OB から隅田川での開催復活が望まれ、川の水質浄化も進んだことから1978年に再び隅田川へ回帰。以降は現在まで隅田川にてレースが開催されている。2010年では開始直前に、 京王帝が沈没をしたため開始時刻が大幅にずれた。2011年の第80回は3月の東日本大震災の発生に伴う社会的状況を考慮し、開催場が当初予定の隅田川から戸田想定場に変更され、開催日も当初予定の4月17日から23日へと順延となった。総計レガッタ定期戦にって、 各大学の対抗戦が行われている。1991年から始まったグリーンレガッタ、4月29日に実施中央大学、法政大学、東京経済大学、日本体育大学4大学対戦もその一例である。現在2016年に一体大は参戦していない。早稲田、47勝40敗、同着 1BRKO 技塾。 40勝47敗、到着1記録の出展。関東大学ラグビー対抗戦グループにおける和稲田と慶応の試合であり、例年11月23日、勤労感謝の日に開催される。また、3月に行われる、全総慶名3大学対抗戦においても、現役、OB 混成チームによる、全和稲田対全慶応の試合が行われる。 定期戦が開始されたきっかけは、総武官もない早稲田が、ラグビーのルーツ校である慶応に対戦を申し込んだものであり、毎年 NHK などでテレビ中継が行われている。早稲田大学ラグビー集球部、68勝7分20敗、BR 慶応義塾定育会集球部、20勝7分68敗、早稲田大学ラグビー集球部、7勝1分2敗、 BR 慶応義塾定域回収キューブ2勝1分7敗記録の出展。第1回総慶対抗陸上競技会は1923年7月15日に行われ慶応が勝利した。2019年現在の対戦成績は早稲田73勝、慶応20勝、中止2回。現在は9月に多摩数年は総大小田三木を記念陸上競技場。 数年は、大陸上競技場で開催されている。第一回総計定9試合は1924年4月26日と27日に大森コートで行われ、早6から3喜びで、早稲田が勝利した。第一回総計水上対抗競技会は1927年6月12日に芝公園プールで行われ、早88から48八喜びで、 早稲田が勝利した。初のボクシング総計戦は1929年10月16日に、総大大熊高堂で行われ、早4から3.5喜びで、早稲田が勝利した。第1回レスリング総計戦は1935年4月21日に、日比谷新音楽堂で行われ、6から3で早稲田が勝利した。 初のアメリカンフットボール総計戦は1935年11月17日に芝公園競技場で行われ、早31から0喜びで、早稲田が勝利した。定期戦としての早稲田大学米式州級部ビッグベアーズと慶応義塾定育会アメリカンフットボール部の対戦は1953年に第一回大会が開催された。 2015年までの対戦成績は、慶応義塾の39勝23敗1分。例年6月上旬に男女合わせて開催される。両校とも、関東大学バスケットボール連盟及び、関東大学女子バスケットボール連盟に所属し、東京六大学リーグでも顔を合わせるが、これらとは別に定期戦として行われている。会場は、国立代々木競技場、 第二体育館だが、年度によっては、一方の大学で行う場合もある。第一回は1940年。1957年からは、女子も始まった。現在は、開会式前に前座試合も行われており、男子 B チーム戦あるいは OB 戦が組まれる。2013年までの成績は、男子37勝34敗。 女子31勝26敗でいずれも早稲田が勝ち越している。早稲田女子は2009年に初めて勝ち越した。なお、男子の試合は過去にバスケットボールジャパン TV、BJTV で配信されたこともあった。総慶合技堂定期競技会と呼ばれ、強よの早稲田、10の慶応と称される。本来であれば、日本合気道協会、乱取り競技を重視に所属する。 総大合気道部と、新進統一号起動、演武競技を、重視に属する軽大合気道部との交流は困難で、あるが、総計戦では、通常実施されるポイント制乱取りに変えて、審査制乱取りを導入することにより競技を可能に、している。また本競技会の他にも両校は、毎月1回の総計合同稽古を通じて、親睦を深めている。さらに、 学生主体の運営が特徴であり、合同稽古や競技会の前後には学生によるミーティングが開かれている。例年10月に行われる競技会は、両校の学生生活の集大成であり、最高学年である4年生は多くの場合に本競技会を最後に引退する。2018年は総大が優勝、経大が準優勝であった。 例年12月第1週日曜に開催、オールソー経営後の名で、日本棋院で開催されている。参加資格が、現役、OB、会員のほか、会員の親族や家族なら、他大学卒の人も参加できるのが、大きな特徴である。そういった経緯もあり年が経つと対抗戦より、交流戦、イベントの雰囲気が強い。例年8月末から9月上旬に開催される。 日本酒総計戦。早稲田大学出身と、慶応義塾大学出身の倉本が出品する各、倉本を代表する大人情などの自慢の酒を、参加者が聞き酒し、倉本出身大学大抗という切り口で勝敗を決するイベント。2011年に起きた、東日本大震災への義援金を集めるという目的で、1979年、 慶応義塾大学卒の同期生が立ち上げた120慶応ビッシュ会が心となって始まった。本イベントで募ったチャリティーの収益金は東日本大震災被災児童支援に充てられている。また、総計の酒蔵が率先して進めているグローバル化及び地域振興のための活動を応援していくなどの目的も有している。これまでの対戦成績第1回第2回 第3回、第4回、第5回、2015年、第6回、2016年、第7回、2017年、第8回、2018年。ここでは、野球の応援合戦について触れる。両校応援、指導部が応援に携わらない、ラグビーのような例を除けば、レガッタサッカーなどの、 確定期戦で華やかな応援合戦が展開されるが、そのもとは野球におけるそれからである。総慶戦の歴史は応援合戦の歴史でもある。掛け声から、拍手、応援曲、応援歌、AL 交換など、総慶良好は競って新たな応援歌、応援スタイルを編み出してきた。ともすれば、相手を貶め例を失する応援、代表的なものが、 プロ野球における相手打者ボン大事の楽曲演奏がはびこる中、味方を熱烈に応援しながらも、決して相手を貶めず尊敬を忘れない。応援姿勢は、かつて総敬戦が応援の加熱から中止に至る。あるいは、リンゴ事件などの大騒動を引き起こした苦い経験をもとにしたからであるが、今日まで日本におけるスポーツ応援の最高峰の位置を占め、日本のスポーツ応援に、 多大な影響を及ぼしてきた。現在は、早稲田大学応援部と、慶応義塾大学応援指導部の両団体が、学生応援をリードしている。応援歌として代表的な作品は、1927年発表の、慶応、若吉、それに対抗して、早稲田が1931年に発表した、コンの空の2曲。共に、現在も、両校の第一応援歌として、 一回八回九回、延長の攻撃時、味方の得点時、1988年以前は、守備中の失点時にもに歌われている。なお、七回攻撃時の効果聖章の際、慶応は、若基地を右拳を振り上げながら歌う。これは、熟化が長いために歌っている途中に、味方の攻撃が終わることがしばしばあったためだと、言われている。このほか、 慶応が1946年に発表した応援歌、我ぞ覇者は、よくぞ来たれり、公的早稲田、早稲田を倒せという歌詞を盛り込み、作曲を、紺碧の空の古籍有事に依頼するなど、早稲田への対抗心をあらわにした作品であった。早稲田も対抗して、翌1947年、慶応を倒し一気上げての歌詞を盛り込んだ応援歌、光る星文を発表している。光る成も、 また、古籍の作曲になるものであった。このほか、慶応の応援歌は、三色旗のもとに、など、藤山一郎の作曲によるものが多い。早稲田の応援歌は、古籍有事作曲のものが多いが、青島幸男、タモリも作詞、作曲者に名を連ねている。プロ野球の応援曲は、選手個人のものが大半で、打者ごとに、演奏、歌われるのに対し、 六大学の応援曲はチームに対するもので、攻撃開始時出類時進類時チャンス時、得点時と局面によって応援曲や拍手、コールを次々と変えて応援する。戦後からしばらく攻撃中の応援は拍手と掛け声、応援歌によるものだったが、総計良好がこの応援形態に革命を起こした。早稲田は1965年コンバットマーチを発表した。 現役応援部員、当時の三木雄二郎が当時人気だったアメリカ作戦場ドラマコンバットのテーマ曲からヒントを得たこの作品は従来の応援歌とは異なり選手名や学校名、慶応倒せ応答のフレーズを曲に合わせて叫ぶ応援曲であった慶応も翌1966年ダッシュ慶応を発表この2曲の登場を追って明治の狙撃 法制の、チャンス法制、立教の、立教、ポパイ、東大の、東大アトムなどが、神宮に登場、六校で競って、応援曲、応援パターンを開発してきた。これらの楽曲は、高校野球の応援で多用され、それが電波を通して全国に普及、現在でも広く日本の野球応援で使用されている。また、応援曲は攻撃中にとどまらず守備中にも使われて、 北が、1988年の昭和天皇の重徳と周辺住民からの苦情を機に応援曲を使っての守備中応援は姿を消した。応援スタイルにおいても、チアリーダー、1960年秋、総計6連戦で、応応援席に初登場や、吹奏楽団の使用、楽団ではなくセーターを着ての応援、一文字、巨大デコレーション、紙製の格棒。 バセダや三角棒、慶応の仕様など、良好様々な応援スタイルを考案している。例年秋の総慶戦のみ、各学生席最上段に登場する巨大看板は、総慶戦のもう一つの花で、時々の話題や優勝争いの状況などを盛り込んで、敵のキャラクターをやっつける姿が描かれたものとなっている。いずれも、総慶の学生サークルが手作りしている。 かつては、早セダが、福ちゃん、慶応が、ミッキーマウスをキャラクターにしていたが、いずれも著作権の関係からか、姿を消した。また、1982年秋には、慶応の創設者である、福沢諭吉が一万円札の肖像に選ばれた、という事態に対抗心を燃やしてか、早セダ側に、大学創立100周年にちなんで、創設者の大隈重信を肖像にした。 百万円札の看板が登場した。現在は、早稲田が、OB e の広金健治作の、大学公式の熊のキャラクター、早稲田ベア、早稲田ベアや、応援部独自のライオンのキャラクター、ワーオくん、応援家、ホエロ早稲田のシシチナムが、慶応は、ユニコンくんが登場する。両校の付属校、継続校の生徒たちも、学生席に入っての応援ができる。 慶応側には幼稚舎の小学生たちと、慶応湘南藤沢中高が三塁側に、早稲田側には、総大学院、総大本庄、早稲田実業の小学生から高校までの生徒たちが、外野席に入ることがある。慶応湘南や総大学院、総大本庄、創日の場合授業扱い。来ない生徒は、欠席扱いとされる。総戦の時は1日1試合であることから、 た、そのの試合では見られない、様々な応援形態を見ることができる。先に述べた、巨大看板もそうだが、午前中の応援合戦や両校による、総計参加の合同性試合前の応援席同士の掛け合い、AL 交換の際の後期入場などである。また、総計戦のみ応援に、マイクの使用が許されており、両校の放送研究会が放送を担当する。 エール交換の際の後期入場も総慶戦独特のもの。早稲田は、早稲田の栄光、慶応は、慶応参加の水槽のもと、応援、指導部首相を先導に、両校の第一後期、早稲田は、新大後期、慶応は、第一塾期が、学生席最上段から最前列に向かって入場する。応援、指導部の所有する後期の中でいずれも、最大のものであり、入学。 卒業式や、総計戦など、特別な場合にしか登場しないものである。また、旗座を含め4 0ラム以上の重い後期を、体勢を崩さずに一歩一歩階段を降りる機種。四年生が、勤め、早稲田は、機種、慶応は、機種長という幹部職であるは、総計戦応援の花形といえる。入場の際には、それぞれの後期、先導者、騎手の紹介を応援、指導部員たち、 主に三年生がマイクを使って行い、先導者、騎手の紹介の際には部での役職の他に、出身校、在籍学部も紹介され、紙吹雪の中を更新する。出身校紹介の際には有名校、無名校に関係なく、名門の掛け声がかける。この後期入場があるため、通常は試合開始20分前のエール開始が総計戦のみ25から30分前となっている。 かつてはうち、外野別に入場式、エール交換を行っていたため、1時間前回始だった。なお、エール交換時には、学生席は全員脱帽を、肩にかけているものも外すの上規律、相手校からの、フレイフレイの声以外拍手はしないこと、歌唱、応援は応援、指導部の指示のみによってうことが、場を壊さないための最低限のマナーとなっている。両校とも、 試合終了後にはセレモニーを行っている。ただし優勝した時の最終戦後には行わない。早稲田には、早稲田の栄光。慶応には、丘の上といずれも勝利した時に飲み方を組みながら歌う、勝利の歌がある。試合に敗れた時に歌われる歌もある、早稲田、演じの歌。セレモニーでは、この勝利の歌と共に、勝利の拍手が行われる。また、通常は、応援台に、 一般学生が登壇することはないが、総形戦に限っては登壇できることがある。かつては午前中に、素人演芸合戦が行われたこともあり、容姿の部学生姿のデーモン閣下が、田中角栄が、バルタン星人に変身する真似などの芸で人気を、博した秋の総形戦終了時には卒業する4年生たちが、同じく最後の総形戦となる応援部幹部。 野球部員と共に応援台に上り、肩を組みながら、効果、応援歌を歌うというセレモニーが行われる、なかった年もある。戦前は応援の加熱によるトラブルが頻発したが、現代は時代背景の変化もあり、両校は良きライバルとしての関係を強調している。試合開始前に応援部員が相手学成績を訪れる、人中見舞い、早稲田側では、ダッシュ早稲田。 慶応側では、早稲田おた、お、せ、に歌詞を変えた、コンバットマーチが歌われるや、両校の学生が同時に歌う、総計参加等がその恒例である。また小林克也作曲による、ブルース・会早稲田という応援歌は、試合中に、同じ曲を、歌詞、学校名のところだけ変えて、総計校の応援席で使われる。2007年、早稲田大学校歌が100周年。 若き地が80周年の節目の年を迎えた。主に高校野球における、総計戦のような各地のライバル同士の一戦に、の総計戦と名付ける慣習がある。それぞれのカードは、旧正中学時代からの流れを組み、定期戦を行っているものも多い。以下はその主なものである。太字は未だ高校野球全国大会に出場せず。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。